こんにちは、こうです。今回は視聴者さんよりリクエストをいただきましたヒーリング動画をお届けしてまいります。ご依頼いただいた内容はこちらです。昔から鼻ペチャでコンプレックスでした。小鼻を小さくし鼻先と鼻筋を出してほしいのですが、気功で鼻を高くすることは可能でしょうか。ぜひ検討していただけると嬉しいです、という内容ですね。気功で鼻を高くすることはですね、可能なのかということなんですが、できそうですので挑戦してみますね。この動画をご視聴される前に今の鼻の、状態を確認して、動画を視聴した後にそしてどれくらい変化したかというのを、確認してみてくださいね。それでは開始します。
はい、完了です。はい、本日は視聴者さんの、リクエストにお答えしまして、花を高くするヒーリング動画をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。変化がですね、感じられない場合は何度かご視聴していただくことでもしかすると変化してくるなんていうこともありますので、ぜひ続けてご視聴くださいませ。それでは本日は以上です。またね。